どうも、ハンサム黒字です。今日はですね、アイスを買ってきたので、アイス食べたいと思います。はい、ローソンのアイスを買ってきました。1個ちょっと前。で、2つは最近発売されたやつですね。1個目はこちら。じゃん。うちカフェ濃厚ワッフルコーン。ワッフルコーンのコラボ商品です。パブロチーズタルトワッフルコーンですね。で、これ2つ目。発展堂でいいのかなとのコラボ商品、カスタードアイスサンドレモンソース仕立て。そして発展堂コラボ、カスタードフルーツミックスです。丸永製菓です。発展堂って何のお店なんだか分かんない。なんだっけ、クリームパンだっけかな、それ系ですよね多分。だからカスタードクリームのアイスってことだ。なるほどね。カスタードが美味しいかどうかってところ、じゃあポイントとして見ていきましょう。東京駅とかで買ったことがある気がするんだよな、発展堂のクリームパン。なんかお土産かなんかで、ね、まあ食べてみましょう。はい、食べてみましょうということで、まずはじゃあパブロのチーズタルトからいきましょう。うちカフェワッフルコーン初のコラボ企画商品です。チーズタルト専門店パブロの商品特徴であるクリームチーズの滑らかなコクのある味わいとアプリコットソースの甘酸っぱさをワッフルコーンアイスで表現しました。最近セブンのミスターチーズケーキのコラボのやつとかも食べたんですけど、チーズケーキ屋さんのコラボってことですね。これは楽しみ。パブロ僕大好きで、チーズタルトかも好きなんですけど、ドリンクがすごい好きでね、よく飲んでましたね。はい、安いのよ結構。アプリコット果汁 1% って書いてます。めっちゃうまそう。はあ、アプリコットの香り、チーズっぽくないですね。いただきます。うまい。あー、こんな味だわ。これアプリコットがリアル、美味しいです。うん見てください。コーンの中にもアプリコットソースがしっかりいっぱい入ってますね。これはいいね。うん。タルトの香ばしい部分、その生地の部分がコーンになってるって感じですね。うん、美味しい。アプリコットのソースがね、甘酸っぱくて、フルーツソースのソフトクリームって感じ。でもそんなにがっつりチーズケーキっぽい、チーズタルトっぽい感じはなかったですね。うん。でもアプリコットが美味しい。7ハンサム。もっとチーズっぽかったらよかったですね。でも、ちゃんとこう、パブロのチーズタルトの味を再現できてるなと思いました。次、カスタードアイスサンドいこうか。発展堂カスタードクリームパンをイメージしたサンドアイスと書いてますね。ビスケットでアイスをサンドしてます。ビスケットでアイスをサンドするものといえば森永製菓、僕の大好きなタイプ。瀬戸内レモン果汁はソース中 5.0% 使用してますが、少量のため無果汁と表記してますだそうです。ちょっとは使われてるんですね。あ、もう開けた瞬間のこのビスケットのバターの香りとレモンの香りがブワッと広がって、独特。でもめっちゃいい匂い。これ鼻につけて歩きたい、この状態で。はい、綺麗なビスケットですね。まん丸平たくてつるんと綺麗です。じゃあいただきます。もう食べよう。うん、ビスケットすごいビスケット。これはうまいわ。ビスケットがバターの香りも良かったし、ホロホロサクサクの間ぐらいの食感で、あとちょっとしょっぱさもあるので、カスタードのコクがある部分とこうマッチしてる感じもありました。ちょうどこう美味しさを引き出してるというかね。で、レモンも主張しすぎないレモンで、ほんのり甘酸っぱくて、でフルーティーなんですよね。酸っぱいだけじゃなくて。バターのまったりした香りともよく合っててというか、そこら辺を全部包み込んでさっぱり食べれる感じでしたね。なんかカスタードも思ったよりも濃い感じじゃなくてさっぱりしてた。もうほんとさっぱり。ビスケットがほんととにかく美味しい。さすが森永。アイスよりもビスケットがうまいですね。ビスケットを美味しく食べるためのクリームみたいな感じ。クリームとソースみたいな。これは好きです。ハチハンサム。僕はビスケットとかなんかで挟んだものすごい好きなんで。次、最後です。カスタードフルーツミックスいきましょう。開けましょう。何の匂いもしなかった。ちょっと科学的な匂いがします。それは多分このカップの匂いなんだと思うんですけど。開けます。わお。美味しそう。じゃーん。いちごたっぷり。ちょっと写真と違うな。まあまあまあいいでしょう。いちごのソースですね。あ、いい香りです。いちごの。カスタードクリームとフルーツを楽しめるカップアイスですってすごい簡単な説明が書かれてますね。いちご以外も入ってるんですもんね。でもこれ。いちご、黄桃、りんごです。すくってみます。おお、すごいです。いちごのソースの部分の厚みがよく見えますね。結構しっかりソースいっぱい入ってる。いただきます。美味しい。コクがある。アイス自体は卵の感じが若干あるちょい濃厚ミルクアイスっていう感じですね。がっつりもうプリンとかそんくらいのカスタードって感じはないけど、コクのある。で、それがしつこくならないようにストロベリーのソースとか果肉とか、あとリンゴと黄桃の果肉もあって甘酸っぱくさっぱり食べられる、アイスクリームでした。これが反転のかみたいな、そういう強い印象は残んない感じでしたけど、でも美味しかったですね。まあ、カスタードアイスサンドもそうか。なんか発展度よりなんか森永がすごいみたいなね。なんかそんな気持ちになっちゃいますけど。248円ちょっと高いか。ワッフルコーンっていくらだっけ ?298 円。高っ。ああ、やっぱアイスサンド185円だもん。これが一番いいわ。ですね。はい。ロックハンサムです。はい。今回はやっぱおすすめはカスタードアイスサンド。レモンソース仕立てのやつがすごい美味しかったです。皆さんもぜひこれは食べた方がいいです。結構ローソン見て回ったんですけど、カスタードアイスサンドが一番なかったですね。多分人気なんだと思います。ぜひ召し上がれ。そんな感じです。ということで、緊急事態宣言も延長されてなかなか大変ですけど、頑張っていきましょう。僕もなんか今日ちょっと頭痛いし、あんま体調良くないんですけど、アイス食べたら元気出ました。皆さんもアイス食べて元気出していきましょう。この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。